こんばんは。ゆみりんが10時半をお知らせします。まずはさっき作ったじゃーん、なんだっけこれ、しめじ、エリンギ、エリンギのバター醤油焼きをまずは食べたいと思います。まずはしてないでしょ、ツイッターで教えて。嫌です、嫌です。自分がしたい時にして、用事ができたら去ります。メールではね、たまに言ってるよね、今からマジマジ。私今からしてないでやるって言ったことない気がする、ツイッターで。メールではね、今やってるよとか言うこと多いけど、最近は言ってないかな。でも結構やってるので七並べ、はい、ぜひ対戦しましょう。そう、今日も5時からやってた、朝の5時からね、7時まで2時間ぐらいやってたかな。それとあとは12時からもやってた、1時間ぐらいボーナスタイム。あとはまあぼちぼちやってたのと、ベッドタイムやってたのと、あの取らないようにするの大変だね。あ、でも言っときますけど、私これが今日初めてのご飯なので、今日初ご飯です。おいしい、納豆食べた。あ、私も納豆好きだよ。マジで、あ、マジで。でもこれは別に、なんだろうな。そんなに自分の中ではびっくりすることじゃない。最近一日一食が多い。そう、だからこんな時間に食べて、あいつ食べ過ぎっていうコメント一切受け付けません。ティーティーティー、ちゃんと食べた方がいい。ありがとう。でも大丈夫、食べてるよ、ちゃんと食べてる。まあこの世界食べても食べなくても言われるので、自分の好きなだけ食べます。
それでは今日のメインディッシュ、あ、完食。流しに置いてくるね。一人暮らしのままで。新しいお皿、新しいお箸。はい、今日のメインディッシュ、じゃん。カープ、カープ、カープ、広島カープ。あとは実はタコが売ってなかったんですよ。なのでじゃん、ソーセージ。じゃん、これは何でしょう。これは何でしょう。まあでも最悪タコなくてもタコパなんで。あ、すごい、みんな正解。正解はハモでした。ハモ、ハモ。なんかやっぱりたこ焼きだから海鮮系を入れないといけないのかなと思って、ちょっと海鮮を買ってみました。ハモを入れてみたいと思います。あと、もう一つ買いました。リリ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 リ、じゃーん、フグ。でもこれはフグって書いてる、スーパーのフグですが、いただきます。これは300円ぐらいの、これは山口県産のフグです。フグ。お、ちなみにこのネギも山口県産だそうです。イエーイ、もうもろ山口じゃん。嬉しいな。白サバフグだそうです。へー、嬉しいね。フグを入れてみようかなって甘います。フグ安いですね。そうですね、フグはこの辺だとお手頃に買えます。半額じゃなかったけど思い切って買っちゃいました。はい、そんな感じで今日は、よし、ちょっと待ってね、よいしょ。そんな感じで、え、なんか、よいしょ、よいしょ、そんな感じで、こんな感じでいきたいと思います。イエーイ。ここを読んであげて、そうだね、落ち着いたら、落ち着いたらここだともね、やりたいですね。レッツスターティン。ティリリティンティティン。ちょっとまずは油。ちょっとうち油敷きないんで、そのまま適当に行って伸ばします、自分で。ちなみに私のたこ焼きの、やたこ焼きの、わ、入れすぎたな、まあ、1回入れすぎぐらいがちょうどいい。私のたこ焼きの唯一のこだわりと言っても過言ではないこだわりは、まずその種を作るとき、その材料を作るときに、あの水と、よいしょよいしょ、いっぱい流して、水とあの卵を先に混ぜます。その後に少しずつ
そのたこ焼きの素を粉を入れていきます。で、あのホイップクリーム混ぜるやつで混ぜる、チャ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 って。やっぱりいっぱい吸っちゃうから、なんかいっぱい入れたのにそうでもなくなった、そうでもなくなっちゃった。いいか、こんなとこ、はい、はい、はいはいはい、オン。刺してなかった、やりたいな。今から夕食って朝昼晩ご飯って感じですね。朝昼晩ご飯です。今からあ、そうだ、フグ開けとかないと。フグ焼きって食べたことないな。たこ焼き、フグ、イカもありかなと思ったんだけど、私イカを買うほどあんまり好きじゃないかもと思って。なんだろうな、別に好きなんだけど、一夜干しとか好きなんですよ、フグのとか、お刺身とか好きだけど、あ、いやでもたこ焼きにイカ入ってても私なんかそんなに、うん、なんかあるよりはない方がいいなと思って、イカは買わなかったです。そう、イカはいかんと思って、イカだけに。エビ以外はいけますね。あ、でもホタテもダメ、海鮮だと。あとは好きです、カニとかも好きだし。あ、カニ、でもカニはちょっとね、あのちょっと手が出せなかったです、残念ながら。もっとエスティーが売れたらカニ焼きしよっかな。これめちゃくちゃね、温まるの早いんだよね。いいのかな、ちょっと、あ、めっちゃいい音する。よいしょ、それでは行きたいと思います。え、いい音がする、いい音、いい音。前回の配信で私がなんかたこ焼きがそんなに下手じゃないことが分かったので、今日自信を持っていきたいと思います。てかこれ結構ね、もう序盤でひっくり返せるんだよね。あとハモ、ハモは切りました、自分でちゃんと、さっき一口大に。そしてフグ、フグ焼き、やば、いいのかな、焼いちゃって。これめっちゃ刺身用だけど、余ったのは私が美味しくいただきますので、ご心配なく、余ることはないです。はい、そして上からかけます。前回学んだことは、これ結構焼けちゃうんで、あんまりこう端に余らすと今度ひっくり返せなくなっちゃうんだよね。いい音、いい音だよね、本当に。そう、
この辺のね、もう早い段階で話しとかないと。私めちゃくちゃ足が筋肉痛で、今なんか自分で運動しようなんて今まで思ったことないんだけど、筋トレしようとか結構最近運動してて、自主的に。それで今便器の泣きどころの骨の横の肉、あれは何なんだ、筋肉痛なのかな、がめちゃくちゃ両足痛い。あれは筋肉痛だ、どなたかお医者さんいらっしゃいませんか。これは筋肉痛なんですか。私あとなんか腹筋が、お腹が痛いなと思って、腹筋が、でも腹筋とかしてないし私、だからと思ったら、なんかね最近家にいてね、テレビ見ててめちゃくちゃ笑うの一人で、だからそれかなと思って、一人で笑ってるからかなって。どうですかお医者さん、見た目がいい感じじゃん。ジャバ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 ってやってる、いい音、いい音。ASMR だっけ、めっちゃいい音してる、聞こえるかなみんな、このめちゃくちゃいい音が。私黙ってた方がいい、私天才かも。本当にこのもんが好きで、もんじゃもだし、たこ焼きもだし、お好み焼きもだし、本当に好き。真ん中がダメなんだな、これ。いい色になってきた。そう、後から来た人に向けて言うと、これタコ入ってないです、一個も。タコがなかったので、タコ入ってないです。他の具材が入ってます。なのでタコじゃない、タコパって書いてないんですよ。そうなんですよ、美味しそう。ああ、ステリータコパか、こういう時ね、誰かと住んでたら一緒に誰かとタコパすんだろうな。だって一緒に住んでるから、もう別に、なんだろうな、仕方がないっていうか、じゃん、一緒にいることは。だから別に
それはね、もうなんだろう、いいじゃないですか。でも一緒に住んでないけどってなるとあれなんですよね、ダメじゃないですか今残りって。だからこういう時にね、一人暮らしだと寂しいなってなる。サーターアンダギーに見える、私が私の友達と作ったサーターアンダギーの歌があるんですけど、ちょっと聴いてください。サーターアンダギー、サーターアンダギー、サーターアンダギーシーサーっていう歌があって、大学の仲いい子、本当はサーターアンダギー、サーターアンダギー、サーターアンダギーって掛け合いになるんですよ。これシーサーで一緒になるやつ。沖縄の歌、これはね、私たちが勝手に作った歌です。別に DDQ ちゃん、そうだね、あ、DDQ ちゃん、うん、もういたか、別に。なんか、そう、この前電話で話してたみんなでいたときに作ったとかできた歌かな。だから著作権は私たちにあります。真ん中がまだだな、やっぱり。たこ焼き焼けた。でもね、たこ焼き屋さん行けないの、多分この、これはまだまだ素人な感じだな。なんでたこ焼き屋さんってあんなにうまく焼けるんだろう、まん丸に。え、なんかこれめっちゃ膨れてない、え、待って待って、なにこれ、待って、めっちゃ膨れてない、なんでこれだけめっちゃ膨れてんの、やば、見た。え、なんかこれも膨れそうなんだけど、これも、これもなんで、めっちゃでかい。え、なんでなんで、これ何入れたっけな。え、でもこれ多分、え、何や、何入ってんのこれ。え、普通にソーセージが入ってるこれ。なんで、しかもいけるのかな、ってことは。あ、え、いけそう、いけそうな気がする。なんかこれね、あれなんだよね、早く食べないとこうやってしぼんじゃうんだよね。入れちゃうからもうさ、フグがどれかとかわかんないよね。完成。なんと皆さんお待たせしました。なんと今日はじゃーん、ソースを買ってきました。ソース、前回はソースがなくって自分で麺たらことマヨネーズ混ぜて麺たらこマヨかけて食べたので、今日はちゃんと買ってきました。ちゃんと、そう、広島県民オタクソースです。広島県といえばね、広島だよね、うん、広島のオタフクソースです。ドバドバドバー、あれ出ない、出た。あー、なんかフグにさ合うのかな、どうなんだろう。マヨ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 、あ、めちゃくちゃ美味しいぞこれ。でもこれ全部一人で食べるってなんかあれだよね。だって普通タコパってさ、一回に焼いた時にさ、え、私今一個しか食べれなかったんだけどみたいな、もう一回焼くから待っててみたいな感じじゃないですか。一回にだいたい一人が食べれる量って、まあ言うて3個とかじゃないですか。
言うてそんな、あ、うんっそ、天かす入れるの忘れてた。最悪の泣いた、うん、今ならね、18個食べれちゃうっていう。今回はちゃんと鰹節もあるんです。ちょっとここでかけちゃいますね、うん、あ、この鰹子、あ、え、何これ鰹子だって。鰹子って何、すごい、鰹節じゃない、これ鰹子って言って、なんかあのサラサラしてる鰹節みたいな粗さがなかった。青の牛乳あわさ、あわさ、あわさ、じゃーん、完成。あ、明日のメールに送ろうっと。ちょっと団体でも撮る。いや、この間ね、友達にね、一人でタコパしてるって言った時にね、なんか私もこれ食べてるよって写真くれたんだけど、私その時もう食べ終わってたから、しかも自撮りの、自撮りのやつしかないから、ちょっと友達に自撮りのタコ渡すのなと思って、あ、私撮ってないって言ったから、ちょっと撮ろう単体で。たこ焼き器も添えて、イエーイ、ワツユーチンドーズ、ありがとうございます。それではいただきます。熱っ、熱っ、これから食べよう、これから食べよう、いただきます。うんうん、何が入ってるのかわかんない。湯引き？ハモ？ハモかな、これは。え、美味しい、美味しいけど、何が入ってるのかがわかんない。ハモかな？ソーセージじゃなかった。いただきまーす。あんまりフーフーするとね、飛んでっちゃうんだね、削り粉が。ハモかな。え、なんか美味しいんだけど、何が入ってるって言われたら分かんない。でも多分、え、なんかね、そう、ハモがちょっと溶けてるじゃないけど、なんか食感が甘くなってる感じ。でもハモかな、多分フグはこんなにトロトロにならないから、ハモかな。美味しい、味は美味しいのかしら。おいしいよね、おいしい。ハモって骨ないのありますよ。だからててててててて ってやる。私も一回切ったもんね、山口県でハモの指作った、マリーナと一緒に。うん、そう、骨切りしたの、うまく骨切りができました。おいしい。ハモは、あ、このハモどこなんだ、あ、このハモ瀬戸内海産って書いてる。あの、これは広島なのかな。あ、山口、広島って書いてる。ハモって結構ね、山口有名なんですよ、実は。国内で食べられてる何割かが、何割、そこ重要なんだけど、8割かな、でもほぼほぼ
実は山口のハモなんです。食べられてるのって全国的に。あ、ピューちゃんとか、そっかそっか、マリーナじゃなかった、そうだそうだ、失礼しました。あ、もうこれ見えちゃってる、ソーセージだ。うん、八丁里じゃなかったらごめんなさい。なんか京都のやつはもともとあれ山口のハモがなんちゃらみたいな、ちょっとなんか忘れちゃった。詳しくはホームページに行って。うん、なんかフグは下関で、ハモは瀬戸内海側下って感じ。フグは左、ハモは下って感じですね。山口ではフグいっぱい食べた。うん、でもなんか給食とかに出てきてた、フグ。普通にフグのなんかフライみたいな。うんうん、ハモに噛まれたら痛いです。そう、めちゃくちゃ怖かった。なんか怖いね、ハモって。あ、私ハモをその時に初めて見たんですよ。初めてハモの骨切りされてない魚の状態のハモを初めて見て、めちゃくちゃびっくりした。ハモって確かに知ってるけど、ハモの、その湯引きしたやつとかよく食べてたけど、なんかハモが魚になってる姿を見たことがなくって、その番組のロケで初めて見たんですけど、めっちゃびっくりした。怖っって感じ。それが一回逃げて、地面に落ちて逃げて追いかけてきたっていうかので、ちょっとだから地面にパッてなったから、ちょっと血が出ちゃってて、それがもうなんかそれも恐ろしかった。もうなんかより恐ろしさが引き立って、うわーって感じだった。めっちゃ怖かった。です。ヘビっぽい。そうですね。ハモこれはハモ。あ、でも美味しいかも。なんか美味しい、普通に。ハモって酢味噌でしか食べたことなかったけど美味しい。まあ結局何にでも合う、どっちも何でも合うからね。たこ焼きって何入れても美味しいし、ハモももともとそんなに味付いてないから普通に美味しいです、海鮮として。うん、うん、ハモだ。まだフグにありつけてない。てか骨切りしてないハモって売ってんの？もう骨切りした状態で売ってない？めっちゃ骨切ってるって聞いてくるけど、逆に見たことなかった、私そのロケまで。骨切りして湯引きされてないハモ。ソーセージソーセージだ。
でもなんかバラバラな感じはハモなんだけど、さっきとなんかちょっとさっきより海感がしたけど、多分ハモ。え、た、え、入れたよな、フグ。うん、このサイズだ。え、わかんない。え、なんかもしかしたらフグかもしれないけど、ハモっぽい。なんかえ、フグってもっと歯ごたえがあって、なんか歯ごたえがあるイメージなんだけど、なんか焼いたら、あ、でも確かにちょっとホロホロになるかも。え、じゃあ今のフグかも。かも。多分フグ。確かにフグのフライとかって結構なんかすぐハグッと食べてハウハウって感じだから、多分フグ。これはハモかな。え、わかんない、わかんない。フグかも。これはハモ。せっかくフグ買ったのにフグかもで終わっちゃった。フグは焼くとホロホロします。ちょっとフグで食べてみよう。フグ刺しでちょっと食べて。フグは、私なんかフグ刺しの方が美味しい気がしてきた。このね、このもみじおろしをね、つけるのもまたいいんですよね、フグに。もみじおろしといえばフグですよね。これポン酢でいただきます。いただきます。うん、もう美味しい、美味しい、お前美味しいな。いただきます。味噌ポン、いや、わかんない、ついてたやつ、ポン酢とあれがついてた、もみじおろしがついてた。おいしい、おいしい。私がフグの刺身を、あのスーパー以外のフグの刺身を初めて食べたのは瀬戸チャレです。瀬戸チャレで、ね、あずさと一緒に食べた下関に行ってフグの料理みたいなのがあって食べた。しかも結構私たちも帰りの時間に結構ギリで、あ、やばいやばいやばいってなってるけど、二人とも箸止めず、もうなんかめちゃくちゃ急いで食べた。美味しかった。
もう1万人ありがとうございます。あ、おいしい。あと3個残ってる。2個だけ残しとこ。2個たこ焼きにしよう。でもこっちの方がなんかフグ食べてる感あるな。タレつけすぎ。まあタレのね好みもそれぞれですよ。別につけすぎもつけなさすぎもないです。人それぞれ、みんな違ってみんないい。私が両手を広げても空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない。私が体を揺すっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴を私のようにたくさんの歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。そう、山口県の金子美鈴さんは山口県の方です。てりりってりーん、リンゴジュース。山口の人はみんな暗唱できるの？え、逆に暗唱できないの？当たり前に知ってた私は。そうなんだ。まあ自分の当たり前って人の当たり前じゃないもんね。ともやさん差し入れありがとうございます。わっしょいわっしょい、ありがとうございます。ありがとうございます。ともやさんありがとうございます。わっしょいわっしょい。あ、そうなんだ。そっか。私は、普通に知ってる歌全部言える。私と小鳥と鈴とっていう題名でも、最後は鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいで逆になんの。その詩の最後は逆になってるの。詩の題名は私と小鳥と鈴となんだけど、その一番最後は鈴と小鳥とそれから私ってなるから、なんだろう、なんか順番はないんだよみたいな感じ。なんか私が一番偉いわけでもなく、なんか私と小鳥と鈴とだから、鈴が最後にやったから鈴が一番下なわけでもなくみたいな。最後は鈴と小鳥とそれから私ってなんか順番が逆になるのが、なんか金子美鈴さんっぽい感じ。金子美鈴さんはそういう詩が多いです。なんか何だろうな、そういう誰が偉いわけでもないっていう詩が多い。
関ジャムでチラッとだけ ST48 って出た。なんで？なんでなんで？あ、アイドル勢力図2020。今のアイドル業界どうなっているのかってこと？アイドル特集。へえ。何なんて言われたの？本当に一瞬？ビッシュさんやってる。へえ。嬉しいな、一瞬でもつい、いや一瞬地上波、一瞬地上波。なんて言われた、なんて言われたんだろうね。まあ言われてないんじゃない、一瞬映れたんじゃない。わーい、わーいわーい、わーいわーい。さっきあったんだけど、あれどこやったんだろう。あった、あった。聞いて、私ははーいやろうと思ったら見て。これめっちゃ私最初、まあ、最初っていうか、これなんかえ、付け爪と思って。私付け爪とかしないから、なんかえ、どこの指だろうと思って最初なんか見て、なんかえ、なんかえ、付け爪、付け爪でもなんで私の家に付け爪があるのってなって。結構しっかりとした付け爪 STU で付け爪する子なんてまずいないから、家に入れた子で付け爪をしてる子はいないの。だからしかも別に私なんか最近掃除してるから、普通になんだ、あったら気づくし、なんかえ、なんでしかも今出てきたのってなって、え、めちゃくちゃ怖いじゃんと思って、なんで誰の誰のと思って、え、なんか待って、この前来た友達はつけてなかったけど、もしかして友達の友達とかなの、え、なんか、いや、で私今ここ結構窓側だから、え、待ってと思って、めちゃくちゃ怖いと思って、いやでも待って、これに見覚えがあったの、この柄に。で、あっと思って、デレレレってねー、ケースの破片でした。バカ、カイトキット飛んじゃおう。全然付け爪じゃなかった、ちょっと怖かった一瞬。どうしちゃったね。なんかね、このケース、この形のケースって結構割りやすいみたいで、これ買った時点で誰かメンバーに言われた。買ったんだって言ってたら、あ、その形のケース壊れやすい、なんか割りやすいから気をつけた方がいいよって言われて、なんかでもなんでこの形のケースを見ただけで割りやすいってわかんのってめちゃくちゃ思ったけど、まあその時はちょっと流したな、あ、そうなんだって。でもなんかここも割れてるし、これ結構脆い、このケース薄いしね。まあでも別にデザインが気に入って、そうだ、見て、買った時にね、じゃーん、これ買ってきたんだ、開封しようと思って、この色紙なんちゃら、見て、これね、色紙が入ってんの、このね、16種類の中からこんな色紙が入ってて、でこの絵に一目惚れして買った。私はキットじゃん、キット様じゃんと思って買ったから、私はこれが出たい。いやでも、いや別に何が出ても嬉しいんだけど、そう、ちなみにガムが入ってます、ソーダ味の。なんだろうな。ちなみに入ってるのはコナン、新一、キッド、アイちゃん、赤井さん、安室さん、赤い一家、すごい、赤い一家
新一と蘭、服部平次と和葉ちゃん、コナンとキッド、コナンと赤井さんで、コナンのレア、キッドのレア、愛ちゃんのレア、赤井さんのレア、安室さんのレア。どれでしょうか。レア狙い、確かにレアだったらいいな。投票で君は別にそんな。飾る、家に飾る、これを飾る。え、嬉しいなぁ。 ST もこういうのあったよね。あるよ、あるかな、あるよ。あ、この前勝たしちゃったかも。勝たしちゃったわ。いや、奈々さんのさ、よいしょ、奈々さんの持ってて、 ST のこれのこの前飾ってたんだけど、そう、この前お掃除した時に片付けちゃったんだった。飾ってたの、これを。皆さんの、そう、 ST のもね、あるの、こういうやつね。そうだよね、1000円、1個1000円だ。でもこれは200円くらいだったよ見て、ガム入ってた、嬉しい。ガム入ってた、やったね。いらね、そういうのは言葉にするんじゃね。ガムがおまけのような、そうだよ、ガムはおまけだよ。何言ってるの。確かに私も矯正してからあんまりガム噛まなくなったかも。矯正の先生にすごいなんかガムキャラメル、ピコちゃん、あ、ミルキー、なんちゃ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 は、あ、あと餅とか、なんかもう先生めちゃくちゃ言い慣れてた。私のエビホタテマシュマロバナナ牛乳みたいな感じの、なんかめちゃくちゃ言い慣れてた。なんちゃなんちゃはダメだからねって言われた。あ、乃木さんだ、シンクロニシティ衣装かわいいな。ビッシュさん、弟好きなんだよね、すごい。ビッシュさん、よし、2回目。ちょっとこれはもうちょっと油しこうかな。今もなくのって思った方は、私の好きなタイプに入んない。私の好きなタイプなんだっけ、よく食べる人、
面白い人、部屋を片付けれる人なので、なんかそう、え、まだ食べるのって思った人は私も合わないっていうか大丈夫、お互い思うことが違う、ただそれだけ。もっと食べると思ってました。よっよっ、あ、天かす入れてね、ありがとう、素敵、大好き。大好き、あんまり言わないけど、レアだ、レア。それぐらい天かすに命かけてる。この前の天かすね、あれね、あの終わった後食べちゃったの、全部天かすを。だから新しいの買ってきた。わっは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 。天かす好きなんだ。そう、だから私が太らないわけないでしょ、みんな。私の好きな食べ物、しかも私好きな食べ物を単体で食べちゃうから、その生クリームとかだからあんまり良くないんだよね、うん、だから本当に私 ST に入ってすごい頑張ってると思うよ、自分でも。そう、いつの間にか食べてた。本当になんか食べようと思ったんじゃなくて、テレビ見ながら食べてた、全部。あ、天かす全部食べちゃったと思って、うっかりだけなのだよね、もう本当に。うん、あれ、七配信かぶってるから辛いです。全然他の子の見に行って、私の配信は本当になんかそう、自分が寂しくてやってるだけなので、なんかあんまり面白さは求めてないので、面白くないよ、こっちから言うけど。なので全然ショールームは、私のショールームは見なくていいかな、うん、本当になんかめっちゃ暇な時とか、まあ見たい人だけ見てください。そう、面白いと思った人だけ見てくれたらいいです。本当にこれ温まるのめちゃくちゃ早いんだよね、このビンゴで当たったたこ焼き器。人それぞれ、そうだね、みんな違ってみんないい。ファンとタコと、それから私、みんな違ってみんないい。名言、あ、これはあれです、金子みすゞさんの詩です、はい、あ、そう、これビンゴで当たったやつなんかうれしかった、すごく。なんか一等賞みたいなのがディズニーのペアチケットだったんだけど、そもそも私なんだろう、2人で行く相手なんていなかったし、あとはそれこっちでだったから、ペアチケットだけもらっても、いや交通費みたいな、なんかじゃん、交通費は自分ではもちろん持たないといけないし、ペアチケットをもらったところで誰と行くかっていうのがあれですよね。だからなんかたこ焼き器ってあんまり自分で買わないじゃないですか。なんかたこ焼き器を一人暮らしで買いに行く、そのなんか、まあ、友達が来てたこパしようとかだったら、まあ、じゃあたこ焼き買ってくるかとかなるかもしれないけど、なんか意図せずたこ焼き器は買わなくない、一人暮らしでわざわざ買いに行かなくない。だからたこ焼き器って自分で買わないけど、まあ、あったら嬉しいじゃん。だからなんかよかったなって当たって。ちなみにその時踊り姫は
あのシャボン玉が当たってたそれだけ覚えてるちなみに滝野家にたこ焼き器は確か3つぐらいあるかな。それもね確かビンゴで当たったんだよね。これ全部足らないわ。足りるかな。足らない気がする。うちだけにしよう。お子様は入れません。よいしょ。そしてもうソーセージにしちゃおうかな。ハモはからし酢味噌で食べよーっと。あ、でもあと3つなくなって、3つじゃん。あ、3つあんじゃん。あ、2つだった。フグ2つだった。これフグね。これもフグね。あとは、はい、ハモ。ハモ投入。あー、ごめんね、ちっちゃくなっちゃったね。ごめん。見て、これカープって書いてる。かわいくない？これがちっちゃい。すごく。あ、見て、美味しそう。うん、美味しい。カリカリ。あ、すごい、もう、見て、もう、早い。しかもちょっとこれ、あんまり入ってないやつだから、めちゃくちゃちっちゃくなる予定。これもだ。ごめんね、めっちゃちっちゃい。ごめんね。あ、失敗したな、これ。私側よりね、向こうの方がよく焼けるんだよね。こっち側あんまり焼けないんだよね。失敗したな。私最近本当に一人分の分量が分かるようになってきた。その自炊最初の頃は一人分の分量が分かるけど分かんなくって、なんか結構次の日とかも食べてたんだけど、最近はちゃんと一食で済む。あ、人参とか入れればよかったの。人参まだ残ってるんだよな。作った。また今度やろう。また多分近いうちにタコパしますんで。余った材料選手権しよう。余った材料で直接タコパするのいいなぁ。良くないですか？やっぱり膨れる。これ、怖い。なんか破裂しそう。穴開けとこう。玉ねぎもあるな。玉ねぎ2つあるわ。これにもできそう。え、怖い。見て、ほら、本当にこれだけ。なんで？怖い。これ何？怖いんだけど、なんかめちゃくちゃなんか膨らむ。なんで膨らむの？チーズとか入れてないよ。チーズ入れたらあれだよね、ちょっと膨らむっていうか、ふっくらするよね。なんで？これも穴開けとこ、膨らんできそう。あ、これも穴開けとこ、膨らんできそう。あ、これカリカリだ、いい感じ。あ、これめっちゃいい感じ。これこっちにやるね。あ、やばい、めっちゃ揚げたこになってる。いやー、ごめんね、膨らまないで、破裂しないで、穴開けよう。あー、ごめんなさい。ハモだ、それ。それハモ。これがこっちだ。やっぱね、こっち側の方が焼けるのよ。失敗したな。
最初からタキヤやりたくない。コロ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 、あ、いい感じ、めちゃくちゃいい感じ。誰か電話してよ、電話して、私天かす。でもちょっと今日はちゃんとしまっとく、もう天かす。ここ置いてたら私食べちゃうから全部。次用に取っときますね、天かす。忘れてた、忘れてた。せっかく言ってくれたのにごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいです。めっちゃまんまる、よくない。今日早く寝ないといけないからたくさん運動して、ちょっとなんか普通に食べようと思ってたこれにした。早くっていつもが遅寝遅起きなんだけど、明日はちょっとね、そう普通に生きないといけないので、一般な感じで、だからちょっと今日は早く寝れますように、早く寝れますように。朝ごはんはなんでしょうね。ティてるようになって祈ってて、ちょっと穴開けとこ。あ、これもなんかいい感じ、ちっちゃくて可愛いかな、こんぐらいかな。よし、できたできた。これハモ、あ、もうあと分かんなくなっちゃった。ハモでもあれがハモだから、入ってないやつはもう、完成。どれがハモか分かんなくなる。いや、ハモは分かる。でもハモ、あれあれハモじゃない、これ、あれ、あ、いたいたいた、これがハモなんで、これじゃない、ソーセージじゃないやつは消去法でフグ。はいはい、いける。あ、っていうかさ、え、これはダメかな、このさ、ハモのやつさ、からし酢味噌で食べてみるってのはどうかな。ハモだから一応、ふ、あの、一応ハモ要素あるから、あの、いけそうじゃない、いけるんじゃない、ちょっとこれだけ、これだけかけてみる。もちろん、いただきます。あ、めっちゃハモ、おいしい、え、おいしい、おいしいです、おいしい。これ普通に、普通にからしの味噌がおいしい。うん、うん、
おいしい、おいしい。みんなもぜひ瀬戸内の味をたこ焼きでお楽しみください。あとは普通に広島のお好みソース。てい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 。じゃん、マヨネーズ。あ、ビヨンズさんやってる。見て、天かすも見て、私袋の封も開けてたのに、私の最近のなんちゃって手作り料理、最近でもないな、結構前から作ってるやつは、あのあれ、ちくわをまあ2等分か3等分か4等分に切って、青さをババババババってまぶして、粉チーズをババババババってまぶしてチンする。あの粉チーズが溶けるぐらい。そしたらね、美味しいです。そう、なんちゃって磯辺揚げみたいな感じ。いただきます。ああ、リンゴジュースは美味しい。まだね、全部ね、あれ、まだ全部ソーセージ。うん、なんか今日追加してないから、これ追加しよっかな。さっき写真も撮ったし、いい感じの写真撮った。そう、今からツイート何しようってなってね、結局ね、あれなんだよね。結局忘れちゃうんだよね、いつも私。ショールームで、トイレタコパ。トイレタコパ。のは山口県産のハムソーセージです。フグ山口あるかな。あとソースは広島県産の合ってるよね。広島県産のタフクソースって言い方合ってる。
広島ので、確かに広島の。それでは行きまーす。10、9、8、7、6。あ、待って。え、どっちにしよっかな。写真ね、どっちか、どっちがいいかな。きっか、口開いてるやつでいいや。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい。いいね。カムイさん、夢に向かってさん、清田穂さん、ヒデさん、ニートたけしさん、遠藤勝宇さん、野良ペコさん、中ちゃんさん、のりさんさん、スタンプくんたん、はい、ありがとうございます。今日も美味しそうだった。やった、そうっすね、美味しそうだった、ありがとう。美味しいよ、かわいい、ありがとう。天かす残念でした。それな、たこ焼きにハムを入れたら美味しいということが分かりました。フグ食べたいです。食欲をそそる。ワイは福岡です。あ、福田ね、福田。とても美味しそうだった、ありがとう。ゆみこめっちゃ可愛い、愛してる。わーとか言っちゃった。ありがとうございます。めっちゃうまくできてるね。こんな時間にお腹空いてきた。そうっすね、塩で見てるハムのたこ焼き美味しそう。マジか、今日タッコパしました。え、一緒じゃん、実質一緒にしてるじゃん。ニンニク入り、いいえ、めっちゃ美味しそう。よきよき、今日は蜜でしたか。今日は脳蜜でした。あ、みんな蜜してんじゃん。蜜蜜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 。山口県産のフグとハムいいね。美味しそうに焼きって可愛かったです。天かすは言っていません。天かす警察がすごかった。フグは理解できるけど、ハモは癖。そうなんす、たこ焼き職人だね。斬新でした。フグにハモ、ソーセージとかオリジナリティすごい。美味しそう。次は天かす入れないでね。めっちゃ美味しそうっす。吉までは定番っすね。あ、今ツイッターのコメントをひたすら読んでます。お、いいね。美味しそうに食べてる意味に可愛くて好き、ありがとう。今日はソースあってよかった。そうっすね。タコパなのにタコがない。それな、それな。瀬戸内ならではの海産物でとっても美味しそうでした。たこ焼きならぬ福焼き、美味しそう。学園祭で一日中タコ作りを作り続けたのを思い出す。いいね、いいね。福ちゃんが誘って言う。私ね、あかりん聞いて、聞いてないけど聞いて。私もあのもうたこ焼きはちょっと神がかってるから、もういつでも来て、うちに。逆になんか私があかりんちに行く行く言ってるんだけど、もう逆にたこ焼きしに来て、それでそのたこ焼き食べた後に二人であかりんちに行こう。うちにもう揃ってるから。だから多分うちのたこ焼き器が使いやすいんだと思う、これ。やっぱりなんか、いや、これでポン酢をあえてみるね。あ、フグになった。やっぱりポン酢入れるとフグになる。このポン酢がめちゃくちゃ美味しいの。このポン酢と
もみじおろしのやつがめちゃくちゃ美味しくて、うん、うん、うん、すぐ来た、おい、ホロホロしてる、おいしい、フグって感じ。ホロホロってどんな感じ、なんて言うんだろうな、ハモの、ハモとはちょっと違うホロホロさかな。なんか2つになっちゃった。私は、待って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11+18=29。今日は29個のたこ焼きを食べました。すごい、一人でたこ焼きパーティー本当に楽しいな。早く誰か来ないかな、うちに。本当に寂しい。ハモ、そう、今日は、あ、縁起、確かに29番。え、ツイッターも100コメント、本当に、やった、また長風呂しないとじゃん、私。ありがとうございます。あ、本当だ、めちゃくちゃコメントしてくれてる、ありがとう。今日のたこ焼きはソーセージと、山口県産のフグ、そして山口県産のハモを入れました。いかがでしたか、たこ焼き器。こんな感じで作ってました。あ、裸足です。家だと裸足族です。ラ族、ラ族、ラ族。家に帰った瞬間に靴下を脱ぎたい人、瞬間でもなんでもないけど、今日配信始める前に靴下脱いだけど、基本あんまり靴下を履かないかな、靴で出かけるとき以外。雑誌見れた、イエイ。完食。あ、冷え性です。でも、そう、私冷え性です。でも、うん、だからどうしたって感じで、別に冷え性だけど、そんなに、靴下は履かないです。コッパ大会終了、終了。あ、楽しかった、タコパ。次はもっと大勢で、あかりんちに住もう。冷え性にはココアね、私ココアあるよ。そう、足暑いと寝れない。そうなの、私寝るとき絶対靴下履いて寝れない人、うん、親父ギャグ付きのツイートしてるのに。そんな親父ギャグだなんて、全然普通のツイートですよ、うん。そうしそうあいね、そうしそうあい。13呼んでます、元気さん、女神癒し配信ありがとう。明日も仕事頑張ると、頑張ってください。12ふにゃいクラニャンコさん、ありがとうございます。いカムサムニだ。11コーラさん、ゆみりが作ったもの美味しそう、一緒に食べたいのね。いつかこう振る舞われると、どこまで聞こえた、どこまで聞こえた、ただいま。
どこまで聞こえたかな。コーラさんあたりかな。11位、コーラさん。リビリンが作るもの全部おいしそう、一緒に食べたいな。滝のレストランみたいなことがあったらぜひおいでませです。ありがとうございます。10位、あゆとさん、今日も癒しの話ありがとう。こちらこそありがとうございます。9位、スナップくんさん、たこ焼き食べたい、2、3月作り頑張って、とか言っちゃダメだけどそれな、みさんが、頑張ります。みさんがありがとうございます。8位、遠藤さん、みー大大大好き、ありがとうございます。7位、なおさん、お互い運動も頑張る、筋肉痛気をつけて。そうだから、便器の泣きどころの横がいの、これは何なんだろう、何なんだろう、筋肉痛かな。うん、筋肉痛ってすごい嬉しい、筋肉が動いたってことだよね。6位が、ゆみこ大好き、制服 JK 握手の日振り替え日程で乱れる、どうなんだろうね。ニャポッポリ約束してるので、そこはまた相談しますね。男女変わった。13位、高広恵子さん、ありがとうございます。12位、アルトさん、ありがとうございます。10位、おいでます、元気ため髪、愛し配信ありがとう、明日も頑張るぞ。あ、元気さんは読んだかな、さっき。6位、はるみんさん、滝の由美子、神足ありがとうございます。5位、ひとみさん、ありがとうございます。4位、片源カールさん、毎日夜もありがとう、本当にお疲れ様でね。そう、最近は夜ゆとりがあるので毎日できます、やった、明日もできるかな。3位、スランプくんさん、たこ焼き食べたい、みさんが作り頑張って、さっき読んだわ、頑張る頑張ります。2位、ゴーセブンさん、配信は明日の活躍、明日も一日頑張りみりん、頑張りやみりん。そして第1位がともやさん、ありがとうございました、どうもありがとうございました。はい、そう、お腹がね、筋肉痛になったのがすごく嬉しい、それだけ笑ったってことだよね。最近よく一人でテレビを見ながら声を出して笑う、すごい今までいなかった、私。あと最近漫画読んで泣いてます、ずっとってずっと泣いてます。運命の人に出会えるって素敵だなって泣いてますそう、本当に昨日も泣いてたそれでは最後までありがとうございました。月曜日も頑張りやみりん、おやすみなさい、バイバーイ。